皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのリクです。今日はもうそろそろバレンタインですね。皆さん誰にあげますか、チョコ。私は友達とかですね。やっぱいつも毎年友達には使います。皆さん誰ですか？友達？家族？それとも彼ピッピですか？はい、もうそろそろね、ハロウィン全然違うよ。もうそろそろバレンタインということで今日友チョコを作りたいと思います。イエーイ。前にね紹介したニコラの中にめっちゃ面白いうんこチョコっていうのが載ってたんで、それ作りたいなと思ったので、今回うんこチョコプラス前のダイソーで5分間買い放題で買ったバレンタイングッズとか使って、可愛いいろんなバレンタイン友チョコを作っていきましょう。材料は結構ね、前の100円ショップの5分間買い放題チョコも買って、それプラスチョコもまた買ったので、材料はチョコ、生クリーム、そしてマグカップが3つで、これ以外にも前にねダイソーで買ったいろんなやつを使っちゃいますよ。まず転写シート、シュガーみたいなやつ、またシュガーのやつで、なんか棒、あ、そう、型とか買った、アラザンラッピング袋買った、あとラッピングの箱です。じゃあうんこチョコから作ろうか。今回作るのは誰でも、小学生でもできちゃうし、ほんと簡単なのでね。でね、他にニコラポップティーマーニコラにも、このうんこチョコ以外にもいろんなね作り方があったんで、もうぜひ買ってみてください。うんこチョコなんですけど、チョコ 100g をまずマグカップに入れます。で、3種類あって、これ2枚で 100g なんですけど、白とイチゴのやつは50/50ずつ半分の量で作ります。ホワイトはこれあるから、ホワイトは同じ100にしよう。これだけ半分の量で作ろう。まずチョコ、まな板と包丁で切った方がいいね。じゃあまずイチゴからにしよう。1枚だけだから。中もピンク、すごいね。これ期間限定なんで今しか売ってないんでね。うわー、美味しそう。あー、食べたくなる。我慢しなさい。じゃあ切ります。まあざっくりでいいかなって感じ。じゃあいちごが刻めたんで、これをコップに入れて、こうでいいかな。じゃあホワイトチョコ、普通のチョコも同じやり方で刻んでいきます。3つとも全部ね刻み終わったんで、ここに 100g だと生クリーム 50cc なんで、こっち半分なんで50/25/50の生クリームを入れていきます。はい、全部入れ終わりました。そしたらこれだと電子レンジで、まあ、溶けるまでやっていきます。せーの、はい、よし、電子レンジでやって結構溶けましたね。じゃあこれを混ぜていきましょう。じゃあそこから、あ、めっちゃ溶けてる、いい感じ。よく混ぜます。ダマにならないようにね。おー、美味しそう。あ、めっちゃいい感じだね。いいね、めっちゃいい感じ。ちょっとダマがあるんでゆっくり混ぜていきます。今ね、さっきの生チョコのやつを、ちょっと柔らかすぎるとうんちの形ができないんで、ちょっと冷蔵庫に入れてあります。その間にもう一つの方のチョコのねやつも作っていきます。これは普通に刻まないで手でパキッて割って、この中入れようかな。よし、チョコマグアップ、これも電子レンジでやっちゃいます。お湯とかさ結構めんどくさいし、電子レンジの方がいいのかな。はい、じゃあということでね、3つね割り終わったんで、これをさっきと同じように電子レンジで30秒やっていきます。もう結構もう溶けたんで、早速混ぜます。お、もうめっちゃ溶けてる、いいね。いちごもう完璧だ、こっちも、おー、完璧完璧。じゃあ溶かせたんで型に流していきましょう。100円ショップで買ったこのアルミの型に流してから、あー、出ちゃったと、プリントシートっていうやつ、なんかこれをこう上に乗せて固まったらもうプリントされてるんだって。いい感じのサイズに切ります。よし、じゃあこのアルミの型にチョコを流し込みます。じゃあホワイトから、結構ね、いっぱいまで入れないとプリントシールがね届かないんで、いっぱいまで入れます。いや、入れすぎちゃった。まあ、あ、ギリギリ大丈夫かも。そしたらこのプリントシールのザラザラした方を下にしてペタッと貼ります。で、このまま固まって剥がしたら
プリントされてる。で同じように全部いろんなチョコを使ってやりましょう。はい、こんな感じで全部できました。じゃあこれ冷凍庫に入れて固めるんですけど、余ったねチョコとかまだあるんで、こういうねトイストーリーの型とか、あと余ったこれとシュガーとか入れてみたりしようかな。あ、プーさんの型もあります。はい、こんな感じでプーさんの型にこういろいろね、こうちょっとぐちゃぐちゃになったんですけど、取ったら綺麗になります。であとカップにチョコ入れてアラーザンとか入れました。これを冷凍庫で固めてる間にうんこを作っていきましょう。早速ね。はい、じゃあちょっと固まったこのね生チョコたちをクッキングシートにね絞っていくんだけど、絞り袋にね入れましょう。よいしょ。余ったのはこのタルトカップとかに入れても可愛いかもね。ホワイトからちょっとね固まってダマになってるけど、まあ絞れば大丈夫でしょう。よいしょよいしょ。よし、じゃ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 ん。あ、いい、めっちゃこういうの大好き。じゃあこれちょっと置いといて、チョコといちごも同じようにやっていきます。ちょっとねピンクはね結構固まりましたね、量が少なかったんで。でもこっちの方が絞りやすいと思う。よいしょ、完璧で、最後がチョコ。色的にこれが一番楽しみですね。よいしょ、よし、全部できました。そしたらハサミでここを切って、よし、じゃあ絞ります。よいしょ、いいねいいね。おお、ちょっといびつになっちゃった。まあもう一回、チャンスはまだいっぱいあるからね。おお、やば、うんこ。じゃあもっとうまくいきたいな。お、うまくない？あー、先っぽが、まあいいや。うわ、おふっと、いいね。うわ、え、うまいうまいうまい、これめっちゃうまい、めっちゃうまい。これやっぱうんこ。こうやってまず真ん中にやって、で横からこうやってた方がいいかも。めっちゃうまい、これも巨大うんこ。このタルトカップにもちょっとやります。普通にね。やってしまった、これ絶対足りない。ああ、あ、上ホワイトにしよう。うまくない？お、いいね、めっちゃちょっと崩れそうだけど、まあいいでしょう。ちょっと柔らかいですね、残念。あ、でもまあまあできるかな。いちごはどうだろう。やっぱ硬さもうんこ、硬い硬い硬い、めっちゃ硬い。でもいい感じのできそう、これカット。めっちゃ硬い。はい、あれかな、量が少なかったから結構硬くなっちゃったのかな。ちょっとこれ難しいですね、硬くて。でも茶色が成功してよかった。はい、じゃあこんな感じで、ピンクはちょっと硬すぎて、白はめっちゃね、あの柔らかくなっちゃった。で茶色が成功して本当良かったです。で白もちょっと余ってるんでアルミカップに入れます。で、全部アルミカップに入れ終わったら、これを冷凍庫でね固まるまで冷やして完成です。おお、楽しみ。はい、冷凍庫に入れて5時間くらい経ちましたね。でもうめっちゃめっちゃ固まったんで、早速じゃあまずプリントの方から撮ろうかな。じゃ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 んじゃん。おお、え、すごい、めっちゃプリントされてる。え、これ食べれるんだよ、やばくない？プリントシートさ、初めてやったけどさ、クオリティ高っ。じゃあホワイトの方もいきます。じゃん、おお、ちょっと溢れてるけどめっちゃ綺麗。じゃあいちごの方は、じゃーん、おお、綺麗。こっち一番綺麗かもしれない、このいちご。興奮ですね、皆さんこれやってみてください。簡単にできちゃうからね。じゃあできたうんこはこんな感じ。まず茶色うんこ、ちゃんと固まってる。あの冷凍庫に入れる前にちょっとトッピングしました、2個だけ。可愛くない？でホワイトうんこはやっぱりちょっとあの柔らかすぎてドロンってなっちゃいますね。でも このちっちゃいやつはめっちゃうまいと思う、ほら。でピンクはうーんって感じですね。ピンクは全部ちょっとダメですね。でもまあまあまあ美味しそう。うんこには見えないけどね。でこっちはプリントのやつとかで、これめっちゃうまくない？ちょっとマーブルにしたの、こういうのとかマーブルにしたりで、あとこのタルトのやつですね、トッピングしたりしました。はい、じゃあ箱に詰めちゃいましょう。まずうんこを、よいしょ、あ、取れない、ふっ、取れない、生チョコだからね、ここに入れて、じゃあちょっと手にくっついたんでお箸でやります。ちょっとくっついてる。よし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 、取れた。
真ん中トッピングのやつはね真ん中に置いて、はい、こんな感じでね入れました。かわいくない？めっちゃプリンとうんこ、普通のマーブルチョコ、うんこマーブル、うんこです。で蓋閉めても透明なんで見えるんですよ、うんこが。最高ですね、これ友達に渡したいわ。でうんこチョコにあの棒とかつけてもさ可愛くない？じゃあちょっと一つだけこれにも入れてみようかな。あ、これも中が見えるやつだからいいね。うんこはちょっと潰れそうなんで箱の方がいいかもね。うんこはチョコ多めに入れるよね、これは。はい、こんな感じ。いいね、すごい楽しいわバレンタイン。やっぱはい、こんな感じでめっちゃ可愛い袋にもラッピングできちゃうからまたそれもいいですね。じゃあそれではうんこチョコいただきます。じゃあ普通のからね。じゃじゃじゃん。うん、食べて、超美味しい。え、やば。どっち？なんでもいい、超美味しい。柔らかくて、じゃあホワイトも。うん、生クリーム入れたからもうカッチカチではなくてめっちゃ柔らかくて美味しい。いいですね。でも手で食べるとちょっとねついちゃいますね、チョコが。最高に美味しい。じゃあタルトの方も食べてみよう。いただきます。合うね、やっぱりめっちゃくちゃ美味しい。やっぱタルトと生チョコって合うね。なんか生チョコってこういうアルミのカップに入れちゃうとあのくっついちゃうので、これタルトカップに合うと思う、めっちゃ美味しい。じゃあ最後は普通のチョコいただきますか。うん、うまっ。いちごめっちゃうまい。ガーナにこんなの出てたのね、もっと早く買っとけばよかった。超うまいです、おすすめ。はい、ということで今回ニコラの、バレンタイン特集を参考にしてうんこチョコ、そしてダイソーの5分間買い放題で買ったバレンタイングッズを使ってかわいいかわいい友チョコを作りました。ですごいうんこもリアルにできるんで、ぜひ皆さん、簡単でリアルにできちゃうのでぜひ皆さんも作ってみてください。で皆さんは今年のバレンタイン何を作りますか？ぜひコメント欄で教えてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。おすすめの動画はこちら、Twitter、Instagram 概要欄から私のグッズも見てみてください。リクチャンネルでした。バイバーイ。